さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、みやびチャンネルのみやびです。今日はね、ちょっと変わった、動画のね、配信方法ということで、今日はちょっと映像の方は、ありません。でちょっとその代わりに、写真を、流すっていうような感じでやっていきたいと思いますので、要は予告編でお伝えした通り、今回ちょっと音について、ちょっと探っていきたいと思いますので、ちょっとあんまり今日ナレーションはしない方がいいかなっていう気もするんですけど、ちょっと重要な箇所だけね、ナレーションを入れるようにしていきますの で今、木製の、遊具、前回そこからスタートして、どうやったかな、雑木林っぽいところ、下のなんかその辺はなんかちょっとぐるぐる徘徊してたような記憶があるんで、じゃあそちらちょっと見てみますか。ちょっと下に降りてきました。セミの鳴き声とか、それ以外になんかちょっと気になる音声が、あったらまた教えてください。はい、カチャっていろいろ、これデジカメの音なんで。今録音の設定なんですけど、私の環境で一番最高音質に聞けるモードが、リニア PCM の 96kHz の 24bit、 このモードが一番綺麗に聞こえるかと思います。もうなんかハイレゾン、空気感伝わりますかね。今日ちなみに土曜日なんで、子供たちのなんか遊び声が、よく聞こえてきます。待ちに待ったドラゴンクエスト11、
の発売日かということで、私が家に帰る頃にはアマゾンからね、届いてると思います。買ったのが、あれ、暖房、アマゾンのさ、なんか段ボールのマスコットミーティーか、今ね、あれ、土砂崩れを防止するなんていうのかわかんないですけど、これちょっと写真でご確認いただきたいんですけど、この手前にいます。去年とそんなに状況が変わんないね。一応マイクなんですけど、左右の内蔵マイクは外側に一番目いっぱい曲げた状態で撮ってます。どうでしょう。去年この辺か、この辺になんかいたような。残念ではありません。ただの風の音だったんでしょうかね。とりあえずちょっと外出てみますわ。はい、なんかこれ道があるってことは、定期的にこれ誰か外に出てるってこと？雑木林の外に出てまいりました。なんかあんまりなんか変わんないね、去年と。返すときになんか台風みたいな風が聞こえたそうなんですけど、なんかちょっと遠くの方で子供の声が してますけど、あれは普通の一般の人じゃないです。どうですか。ブレた。片手だとなんか難しいね。なんかこうやってなんか撮ってるときは
わかんないもんね。今日なんかすごいヤブ蚊がさ多いよな、うん、場所変えるか。ようやく池が見えてきました。すごいな。ものすごいさ、でっかい声が漏れる。うん。カメかこれ。なんか鯉がすごいいっぱいいますよ。まあ俺餌くれると思って、うん、寄ってきてるんかな。鯉って、うん、だから口をさパクパクしてんのよ。やっぱりこれ分かるんだね、これ誰かここから餌やってると。木自体はね、すごいなんか大きいんですよ。何年か前に、この池の中央付近かに誰か、なんだ、立ってて、警察沙汰になったらしいっていうなんか記事を、見たことがあるんですけど、
そう深いんかな、ちょっとわかんない。水が ちなみに今ちょっと池の方に向けて録音してます。動き出し入るか。なかなかちょっと被写体がさ、被写体っていうか、あの録音のちょっと難しいね、探すのは。市販のなんか音楽 CD とかはあれダメなんですが、著作権にちょっと引っかかってしまうので、自分であの楽しむだけならいいんですけど、YouTube にアップロードすると、こういう、自然の、やっぱり環境音になってしまいますね。よいしょ。あ、階段登りますか。でも、まめにさ、写真撮っとかんと、説明が下手かもんで、リスナーにうまく場所をさ説明できるんですよ。ちょっと階段登って、きました。ちなみに今日あの採取するつもりじゃないので、このレコーダーとデジカメしか持ってないんですよ。とりあえず写真に収めるだけで。やっぱりセミのさ、鳴き声、カラスか、盛大に入りますよ。あと、俺の足音。本来やったら、三脚立ててさ、撮るのが本来のこのレコーダーのさ使い方なんだけど、あえてなんか、常に動きながら。死んだと俺後で
合わせるのは大変だよね。なんかあの動画よりあの写真の方が良かったですよっていう方、結構いらっしゃいましたね。結構なんか年配の人とかは、まあ、動画よりなんか写真の方が良かったっていう方人もね、意外と多いんで、手で撮るとさ、あんまりうまく撮れないな。撮れる。21分か。じゃあ、とりあえず30分ぐらいまで粘るわ。30分。歩いております。多分これね、あの今までで一番あの音がいいと思うんですよ。いろいろなんか外部マイク使ってなんかやってきたんですけど、多分これ別撮りでさ、今使ってるのが一番高い IC レコーダーなんで、DA コンバーターでさ、ヘッドホンつけて、お気に入りなあのヘッドホン、イヤホンで聞くと、その場にいるようなさ、感じの、結構リアルに聞こえると思う。今日何も見つけられなかったぞ。ちょっと今雑木林の外に出てしまったんですけど、下のあとあんまり汚いんですけど、これどうですかね、水の音。桜の木の下、あ、すごい、なんか景色が、何これ、おちゃらか、
ズームが。今日ちょっと曇り、曇りだね。あんまり天気は良くない。じゃあちょっと引き返しますか。音とかさ、聞こえるんだけど、音はいいんだけどさ、写真ご覧になるとね、ちょっと汚いので、もうちょっと綺麗だったらね。木のベンチ発見。ちなみにカチャカチャ言ってるのはこれで、私の車の鍵です。すいません、ご了承ください。やっぱりなんか野生のカブトムシはなんか元気なんですけど、なんか余分なさ、虫、ダニとかさ、結構この駆除にさ、なんかすごい困っちゃってさ、ダニ取りの、薬をさ、なんか2袋ぐらい、入れて、ちょっと様子見てるんですけど、なかなか取れないんだね。結構ダメージがね、すごい結構往生したんですよ。もうじゃあ
30分経ったね。この辺でね、録音の方ね、終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。